これを使って前髪切っちゃいました。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。今日は、はい、何をするかというと、はい、はい、前髪を切りたいと思います。前髪を切りたい、はい、あ、前髪を切りたい。なんかこう海平さんから思いましたけど、この辺めっちゃもう邪魔なんで無視しましたね、僕の感じで。、はい、この辺が邪魔やから、はい、自分で切ってみようと思うんですけど、うんうんうん、やっぱお家で切るのってかなり難しいですね、うん、なので今日はなんとこちらを使いたいと思います。へねへね。それなんですか。これクリアファイルですね、うん、普段多分まあ生活で出てくることは多いんじゃないかな。結構あるかなと思いますね、うん、これを使ってちょっと面白い方法を、マジックも使います、はい、これを使ってカットをやりたいと思います。はい、僕たちも今から初めてやります。なので、でもまあ理論上いけるかなみたいなね、切れるかなっていう感じだったんで、まあ、これとハサミも一応使うんですけど、はい、それでちょっと試してやってみますんで、前髪カットいつも悩んでた方、難しいなと思ってた方、よかったらこの方法を試してみてください。はい、はい、また僕が言っちゃいましたね。ありがとうございます、はい、はい、それでは動画スタート。まずおでこの幅に合わせて、だいたい3から5センチくらいの幅のこの辺ですね。でラインを引いていきます。ファイルを少し折り曲げてまっすぐな状態に合わせてから線を引いていきます。今回はこのくらいの幅で線を引きました。まず前髪以外の横の髪の毛を耳にかけていきます。前髪を持ち上げてファイルをおでこにまっすぐな状態で当ててから顔の方に下ろしていきます。やっぱりこれは難しいですね。ちょっと難しかったので、今度は100均で売ってるクリアケースですね、これをちょっと使ってみたいと思います。セットして切っちゃいます。できました。と重めの方が好きな人はこのままでいいと思うんですけど、ちょっと軽めが好きな人は次のことをしていきます。髪の毛をだいたい1センチ幅束くらいで持って、これを縦に引いていきます。そうすると上の方が長くなるので、ここを縦にハサミを入れていきます。また同じように隣の毛束を取って縦に引き出して、もう一度上の長い部分を少し切っていきます。反対側も同じように毛束を取って引き出して、上の長いところを切っていきます。
そうすることによって毛先が少し薄くなってギザギザになってくれます。はい、こんな感じでやってみましたね。はい、どうでした？クリアケースはやっぱり向こう側が見えないので難しいなと思いました、うん、切れないことはないないけどね、はい、ただもうこれだけやとちょっともう動画終わってしまうんでこっちも用意してるな、実はね、はい、実はこっちも用意してて、このペラペラの100均で売ってるやつやな。100均出てます。こう透明、もう向こうが見えるっていうやつだとやりやすいやな。まあ見えるからね、鏡見ながらもできるんで。だからまあこっちの方が使いやすかったかなと思うので、うん、はい、これできなくはないけどむずいかもしれないですね。前が見えへんからね、これね、はい、うん、見えないねなのですいません、こっちでやるんだったら多分本当に普通に切れるかなと、はい、切れたよね、実際。めっちゃ簡単でした、びっくりしました。普通に多分いけるかなと思うので前髪悩んでた方、はい、ぜひぜひ、これ100均やな。100均です。まあ100均じゃなくてもいい、こうペラペラなやつで、はい、こう透明やったら多分何でもいけるかなと思うので、はい、ぜひ皆さんやってみてください。やってみてください。はい、はい、それではまた動画で、次の動画で会いましょう。さよなら。また来週。Thank you.